アライナーの特性を考えろ。What's behind アライナーオルソドンティクスって言われてて、配合紙のロックを防ぐんですよと。とにかくインビズナインってなんかこうデジタルなイメージあるじゃないですか。自分らが考えたシミュレーションが果たして生態にどう適合するのって見ていかなきゃいけない。最後までご覧いただくと、アライナー矯正治療っていうのはただ透明で取り外しができるだけの装置ではないんだなということがよくわかると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、皆さんごきげんよう、小島です。今日はインビザラインあるあるの中でも特に僕の師匠であるシュープ先生ね、ドイツのシュープ先生から僕はたくさん教えていただきました。その教えていただいた中でも、もうベースコアですね、今日はもうインビザラインあるあるというかもうコアシリーズ、もうシリーズばっかりなんですけど、これ超重要なんですよ。まあ、特に今ドクター編ですね。インビザラインって何ぞやとね、インビザラインこれから始めようと思っている先生、こう目をブンと開けて耳をよくこうかっぽじってグッて聞いてくださいね。なんでかと、これね僕ね、シュープ先生からアライナーの特性をまず考えろケンジーっていう感じでいつもご質問されてたんです。僕がドイツに行ってインビザラインを学ぼうと、教えていただこうと思って行ってました。2010年、ね、その時にとにかくインビザラインってなんかこうデジタルなイメージあるじゃないですか。だからパソコンカチャカチャやったりとか、なんかこのクリーンチェックのなんか動かし方とかね、マネージメント、それが大事なんじゃないかなと思う先生多いんですよ。で今日もちょっとね、そういう席がありまして、いやインビザラインはなんかね、ちょっとこうやれば大丈夫なんですよねみたいな感じのご質問いただいたんですけど、違うのよと。なんでかというと、対象は人間なんですよ。つまり患者さんなんで、パソコンとパソコン、デジタルとデジタルじゃないんですよ。自分らが考えたシミュレーションが、まあ、2年間分ぐらいのシミュレーションを考えるわけですね。ゴールも考えるわけです。これが果たして生態にどう適合するのって見ていかなきゃいけない、まあ、当たり前のことですけど、その時にこの患者さんにおいてアライナー型矯正装置が向いているのか向いていないのかっていうのも見ていかなきゃいけませんよね。その時にアライナーの特性をまず考えなさいっていうふうに言われました。いつもね、って考えてたんです。なんでかというとね、シュープ先生は1から10までね教えてくださる方じゃないんです。逆小島状態ね。僕は1から10までバーッとお伝えします。でこうなんですよ、その先行ってみましょうなんですけど、シュープ先生はね、結構僕の父と似てるんですね。自分で考えてごらんと。僕の父もそうだったんですよ。その先教えてお父さんみたいな感じだったんですけど、そこからはね、考えてごらんなさいと。あ、わかりましたみたいな感じでいつも考えてたんですよ。こうなのかな。で、聞くんです。こうですか、ちょっと違う。こうでしょ、違う。こうですか、そうみたいな感じでね。で、そういうやりとりをシュープ先生ともしてたんですけど、アライナーの特性を考えろと。What's behind アライナーオルソドンティクスって言われてて、透明で取り外しでそれ以外あるんですかみたいな、初め分からなかったんですよ。ただ透明で取り外しができて快適じゃないですかと、ね、見た目もいいし、なんかお掃除もできるしって思いますよね。で僕もそう思ってたんです。でも奥深いんですよ。あ、こういうことと思って、でそれをいつも書いて、こうですかって言うと、そうと。その中の一つ、いっぱいあるんですよ。いっぱいある中の一つ、だからもうコアなんです。だから今日の、ね、最後まで見ていただくと、先生方がインビザラインとかアライナー矯正治療に対する価値観がね、ガラリと変わります。僕もこのアライナーの特性を考えなさいっていうふうにシュープ先生にご指導いただいて、あー、こんなことしか考えてなかったのか僕はと。もうこれのこれじゃんって氷山ですね。ちゃんとここまで見ましょうよと。もういっぱいあるのよと。でそこまで、そこしか見てないと、なんか取り外しでカチャカチャやってるんでしょとか、パソコンでコツコツやればいいんでしょって思っちゃうんですけど、違うなと。アライナーじゃなきゃダメなんだなっていうのが分かってくるんです。それを今からお話します。まず一つ目ね、広合面被覆型の唯一の矯正装置と。広合面被覆型って何かっていうと、こう歯がこうあるでしょ、こうやってね、で装置つけますよね、こうやってね、でワイヤーがあって、こうですよね。一般的な矯正装置は表側も裏側も、そうすると患部面、ここを広合面って言うんですけど、ここは丸出しです。
ね、当たり前だけど、ね、歯がこう動くじゃないですか。で、ね、先生方も患者さんも見ててそう思うと思うんですけど、ちょっとでももう砂とかがこことここの間にちょっとでもなんかこう砂とかが入ってるだけでジャリジャリしたり、少しなんか高い銀歯とかセラミックの歯をつけていただいたりすると高いなって違和感ありますよね。ちょっとでも違うと、矯正で歯を動かしていったら常にいろんなところがガツン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 ぶつかってくるんで違和感だらけなんですよ。僕も大学の時と30超えた時に表側のと裏側の矯正両方やってますんで分かってるんです。今変なとこが噛んでるな、変なとこが当たってるなと。なんでかというと矯正開始した時とフィニッシュした時は安定してるかもしれないけど、途中の段階では常に変なところがぶつかりながら動いてきますからね。スンっていかないでしょ、ね、でかぶせ物だったりすると歯型取って次回スンってかぶせるから噛み合わせはいいのかもしれない。でも動かしていくわけなんで、常にゴツン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 ってこうなりながら動いていくわけです。なので矯正期間中っていうのは歯の移動時は咬合噛み合わせが不安定なんです。これはもう当たり前よっていう前提で歯を動かしているのがマルチブラケットシステムですね、まあ、それは最後きれいに並ぶんですけど、きれいに噛み合わせて安定するんですけどね。ただアライナーの場合はどうなるかというと、マウスピースをね外すと咬合面が噛む面が露出するんで変なところで噛んでるんですよ。噛み合わせ変だなと。でもマウスピースつけると靴を履いてるみたいなんですね。なんか靴履いちゃってるみたいな、ちょっとね、あ、よかったと安心なんですよ。これインビゼラインやってる方のあるあるですね。マウスピースつけてると、あ、ちょっとよかったな、外すと変なとこがぶつかってるなっていう感覚があります。なのでこのね、咬合が安定するっていうのが、まずシュープ先生がなんでアライナーなのかと、アライナーの特性は何かの一つ目なんですね。じゃあちょっと事例をお話します。一つ目はまずよくね多いのが2番の舌側底位、ね、2番目の歯が内側に入ってるんですよ。こんな感じで、でこの歯をね矯正治療でこう前にグーンと出してくるときどうなるのっていうと、下の歯と全体にぶつかるんですよ。カツーンとお化けみたいにね、こうやってスッスッスッっていかないでしょ。カツーンと必ずぶつかるときがあるんですよ。それでうっと乗り越えたら噛めれるわけ。ここの歯がこう来てここまで来たら噛めなくなっちゃう。ここしか当たらないから奥歯は開いてるわけ。2番目の歯しか当たらないわけ。その時って噛むとこの2番目の歯しか当たらないからめちゃ痛いんですよ。たまに寝てる時に顎とか噛んじゃったりしてカツーンみたいにあーっと起きたりする時がありました、僕も昔ね。だけどマウスピースをつけてると直接歯と歯がぶつからないから楽なんです、患者さんがね。つまり取り外しとか見えないっていうだけじゃなくて、実はこの移動してる時も咬合面、噛む面を覆ってる唯一の矯正装置なんで安定するんです。患者さんが楽なんですよ。次、歯内咬合の場合、噛み合わせがすごい深い方ね、でこういう方ぐーっと噛み締めちゃってる方が多いんですけど、こんな感じでね、このマウスピースが 0.5 ミリぐらいなんですけど、上と下にマウスピース入れるとね、だいたい1ミリぐらい噛み合わせが浅くなるんです。これも楽ですよね。今まで深すぎてうーってなっちゃってた人が噛み合わせが楽になるから、これも咬合面を覆う装置ならではのメリットですね。その次、対合歯のロックを防ぐ、なんだこれってことなんですけど、歯と歯の表面っていうのはやっぱりこうね凹凸がこうあるんですよね。山と喉頭って言うんですけどね、喉頭、噛む頭の部分、喉頭、こことここがガチーンとかって噛んでるとロックして動きにくかったりするんですけど、マウスピース噛んでるとスッと浮きますよね、移動しやすいと。対合歯のロック防ぐんですよと。つまり咬合面、噛む面を被覆覆ってる
矯正装置による矯正治療と後合面が丸出しになっている装置では治療期間中の歯の移動時における後合の安定だったり強くぶつかっちゃうことの不快感だったりとかね、そういうものが本当に少ないです。それもアライナーの矯正治療の特性の中の大事なところ。こういうお話ししてる方ってあんまりいないんですよ、ね、なのでこれはこの YouTube チャンネルを見てる先生方がね、おおそうかみたいな感じで、僕のセミナーとかではよくお話しするんですけど、僕もシュープ先生から教えていただいた内容なので、ぜひこのねあるあるのコアシリーズやりますんで、一つずつ一つずつこのコアの部分を考えて、なるほどね、こういう時にインビジライの治療っていいんだ、アライナー型矯正装置っていいんだっていうのを考えて治療計画を立てられるととても有効なのではないかなと考えています。最後までご覧いただきありがとうございました。今日の内容をね、もっと詳しく知りたいなと、実際の事例を見たいなと思う方は、ぜひ概要欄のオンラインサロンのリンクが貼ってありますので、そちらの方をぜひご覧ください。オンラインサロンは今400名以上のインビザナイアライナー矯正治療を学びたい先生がお集まりいただいている国内最大のスタディグループです。ぜひそちらの方もチェックしてみてください。あと今日の内容が面白いなと、勉強になったなと思う方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただくと、アライナー矯正治療っていうのはただ透明で取り外しができるだけの装置ではないんだなということがよくわかると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは皆さん、ごきげんよう。失礼します。